放送席、放送席、そして甲子園球場にお集まりのタイガースファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は投打のヒーロー、ナイスピッチング7勝目を挙げました青柳晃洋投手、そして2試合続けて猛打賞近本浩二選手のお二人です。まずは青柳投手に伺います。チームが連敗という中で、今日はどんな気持ちでマウンドに向かったんでしょうか。そうですね、この連敗の状況を絶対止めるという気持ちでマウンドに上がりました。今日はお天気も恵まれましたね。まあ、なんとか晴れてくれてね、よかったなって感じですね。そして投球内容も7回を投げて2失点ご自身で今日の投球内容振り返ってどうでしょうか。そうですね、やっぱヤクルト結構いいバッターが揃っている中、なんとか最少失点抑えられてよかったなと思うんですけど、やっぱ村上に毎回毎回やられてるんで、次こそは絶対抑えたいと思います。次の対戦も楽しみにしていますけれども、さあ今日は青柳投手ゴロアウトというよりも奪った三振9つ、これは今シーズン自己最多なんですけれども、このあたりはどうでしょう。そんなにイメージしなかったですけど、数字にするとやっぱすごいですね。何か三振を奪える今日要因はあったんですか。いや、もう梅野さんの配球に限ると思います。その梅野さんとのバッテリーで、先週に続いてチームの連敗を止めるピッチングです。ここに関してはどうでしょう。そうですね、ピッチング内容的に止めることは良かったですけど、僕だけで勝ったわけでもないですし、野手の方が5点取ってくれたんで、楽に投げることができました。その5点ですけれども、2回の攻撃、青柳選手のバットもその5点7連打につながりました。このバッティングどうでした。たまたまですね。点数もされていますけれども、さあその青柳選手が打った後に打席が回ってきたのは2回の同点タイムリー、近本選手です。近本さん、あの回は梅野さん青柳さん連打で回ってきました。どんな思いでバッターボックス向かったんですか。そうですね、初球、ピッチャーがセット入って、なんかこの辺でランナーがね、ヒルヒルヒルってちょっと戻ったんで、なんかなと思って心配にタイムかけたんですけど、なんかピッチャー投げてきて、よく見たら青柳さんの足にレッグがついてたんで取り忘れ、それだけでヒットって興奮してたんだなっていうのは思いましたね。青柳さん、あれはわざとではないですよね。もちろん久々に塁に出たんで忘れてました。このようにいい流れが2回にできて、近本さんの同点タイムリーになりました。追い込まれた後の変化球、あのバッティングはどうでした。そうですね、ツーアウトから、梅野さんと八木さんが、繋いでくれたチャンスだったんで、なんとしても、同点という気持ちはあったんで、最終的、結果的にヒットになったっていうのは嬉しいですね。また後にも本当に繋いでもらえて、5点入ったんで、すごくいい流れでダメージも与えれてよかったなと思います。これで近本さんは2試合続けての猛打賞、今の好調の要因はどこにあるんでしょう。要因ですか、はい、そうですね、しっかりセンターに返すことですかね、はい、しっかりと基本にというところでしょう。そうですね、基本が大事だなと思いますね、はい、そして今日はお二人の活躍で、元阪神タイガースの野村克也さん、野村克也監督の追悼試合勝ちました。ここに関しては近本さんどうでしょう。そうですね、こういう大事な試合で、連敗も止めることができましたし、勝って、意味のある勝利だなというふうに思いますし、またこれでチームもいい、流れ乗っていけたらいいなと思います。今日の勝利で連敗がストップになりました。それでは最後にお二人一人ずつですね、明日以降へ向けての抱負教えてください。まずは青柳さんお願いします。そうですね、今日でいい流れになったと思うので、明日からもしっかり連勝を目指して頑張っていきたいと思います。
近本さん、よろしくお願いします。まあ、しっかり自分たちの野球して、自分たちのプレーで、2位のゲーム差とか関係なくしっかり自分たちの野球して、どんどん勝っていきたいと思います。また声援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。今日のヒーローは青柳投手、近本選手のお二人でした。放送席どうぞ。好投した青柳、そして、タイムリー打ちました猛打賞の近本のインタビューでした。それでは今度は矢野監督の勝利監督インタビューです。では今日のゲームを制しました阪神タイガース矢野監督に伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は野村克也監督追悼試合でした。勝利を届けましたが今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、まあ、野村監督に出会ってなければ僕の現役生活もね3割打つとか20年間やるとかそれもなかったですし、まあ、監督としてね、こうやってやるっていうことも野村監督でやってなかったらなかったと思うんで、はい、まあ、そういうところでは、まあ、高津監督もね教え子ですけど、まあ、監督の教えを、何かこう伝えていきながら、しっかりやっていければいいなという思いで戦いました。はい、今日は先発青柳7回2失点、ゴロアウトよりも今日は三振9つだったんですが今日の内容どんな風に見られますか。そうですね、ちょっと連敗でね、どうかっていうところ立ち上がりがちょっと飛ばしてね行ってくれたんでちょっとリズム乗れたっていうのはヤギのピッチング大きかったですし、ちょっと疲れが出始めたところでもまた丁寧にね行ってくれたっていうところでは本当にこう青柳の成長というかそういうのが見えた投球だったと思います。はい、6月は4試合で4勝本当に安定感がありますね。そうですね、本人もね自信持ってますし、まあ、オリンピックに選んでいただいたっていうのがまた本人の大きな励みとか、自信になってると思うんでねそういうところもプラスにいってるかなと思います。はい、で打つ方では2回につながって7本のヒットが連続で出ました。監督、ああいう、ね、大量得点というのはフォアボールとかエラーというのは絡むんですけどね、そういうことがなくみんなでヒットでつないだというところで、ね、いい攻撃ができましたし、まあ、その後、ちょっと点取れなかったんでね、そこはまあ課題かなという部分と、うん、両方思ってます。打線では今日は4番にサンズを据えて大山6番ということなんですがこれいかがですか。うん、まあね、ユースケにはこれからも頑張ってもらわないとダメですし、ユースケが上がってくるというのは優勝に向けて、大きな、ところなんでね、まあ、でも4番に置いておくとちょっと力むかなっていうのもあったし、何かしら気分転換とか、うん、悔しさとか、何かそういうのが外すことが出てきたらいいなというところで、はい、6番にしました。今日のゲーム勝利して連敗脱出、明日へ向けてファンの方に意気込みのほど一言お願いいたします。そうですね、まあ、これでホッとすることなくね、オリンピックまでの間、まだ残り試合あるんでね、最後、もう一回みんなの戦い、タイガースの戦いをしっかりやっていきます。はい、勝ちました阪神タイガース矢野監督に伺いました。ありがとうございました。